どうも、ゴルフの三ツ谷です。いつもありがとうございます。今回は本当は教えたくない目先の距離を求める打ち方。これを皆さんにシェアしていきたいと思います。ゴルフのスイングは理想のスイングを身につけてほしい。そういう思いで皆さんにいろんなことをお伝えしてますが、今回はですね、もうとにかく目先の距離が欲しい。そういう方にこんな方法が実はありますよ。 という、うん、ちょっと本当に教えたくないんですがあ、ご紹介していきたいと思います。私、三谷は4000名の方が会場スクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん、本当にありがとうございます。感謝してます。そして動画を見てくれてる皆さん、三崎のことにあまりこだわりすぎてはいけませんが、まあ、こういう方法がありますので。では、早速いきたいと思います。ボールを遠くへ飛ばすには何が必要なのか。えー、それはヘッドスピードだったり、まあ、様々ですが、 それは、ボールを前に打ち抜いていく、その、ロフトですね。それが大事。そして、スピンがかかりすぎると、実は遠くへ飛ばないので、あまりスピンをかけすぎないという打ち方になります。じゃあ、これ、どうやればいいかということなんですが、なぜこれを皆さんにご紹介しようと思っているかというと、それはですね、皆さんが普段、グリップ、クラブを握るときに、実は結構ずれてる形があるんですね。そのずれてる形のまま、 やると、実は今回、そのボールが遠くへ飛ばせるんですね。えー、なので、えー、そうなりやすいのであれば、まあ、じゃあ、それでやってみてよ、ということなんですね。えー、これは、フェー,ースを少し左に向ける。えー、右手が少し下から入る。です。これは同じ意味です。右手が下から入ると、フェースが左に向いてしまうので、まあ、結果的には同じことが起きるんですが、えー、構えたときに、えー、まっすぐ構えているつもりでも、えー、右手が少しこう、下から入っている方がほとんどです。もうほとんど。 で、これを正しく普段から修正していくわけですが、今回はですね、もうグリップはそのままでいいですね。ねそのずれ具合も人によって違いますが、もうそのままでいいです。そのままでいくと、ベースが左に向いてロフター立った状態になります。ですから、この状態で、おおよそ理想のスイングに近づけようとすると、ここから、こんな風にですね、左側に引っかかっていくボールが出てしまうんですが、多くの方がですね、グリップがこうずれている場合は、 左の肘を引いてですね、無理やりこのまっすぐ打とうとしてる方っていうのが、まあ、出てくるわけですね。まあ、これはほとんどそうなるんです。で、このずれてる状態で構いませんので、このまま少しですね、左側に引っ張り込むように振っていく。ただし、これはですね、極端に引っ張り込むとそれは飛ばないので、体の向き、この向きもですね、お腹ら辺はぐっと向けましょう。 えー、そして、えー、この右足も上がり方は不十分で構いません、えー。このまま構えて、ちょっと右手下からこうね、持ってます。えー、このままお腹を打ってこうに向けてこういう感じですね。えー、こんなもんですね。えー、そうすると、こうすごくですね、パンチがバチンと入ったようなショットになるので、えー、これがま目先のところではボールが意外と遠くへと言います。まあ、年配の方で、えー、こういうふうにですね、そもそも打ってる方っていうのは結構いらっしゃいますね。えー、こう練習場で見てると、この状態で。 まあなかなかその大きく最後まで振り切れないっていうことがあると思うんですよね。ですからこの状態で、こんな感じですね。 結構その腕の力がある方とかね、そういう方はもうとにかく飛ばしてやろうとね。ねそういうふうに思ったりするわけで。そこでそれをバチッとね、ボールの飛びにつなげていく。そうするとかなり直進性のあるボールがね、打てるので、それで距離をね、こう出すことができます。まあ、例えば正しく握ってですね、どうもスイングがああおぼつかないんですけどっていう、まあ、こういうスイングになるぐらいなら、 まあ少しグリップがずれていてもですね、えー、少し、こうね、えー、パチッと打って途中で止まるような、あこれ右に残るとこういう感じでチョロが出てしまいますので、えー、これだけ注意してくださいね。あの、左側にえ確実に、こういうふうにですね、えー、振り抜いてあげないとぐーっとこう前にね飛ぶようなショットにはなっていきませんので、 えこういう風になると、ちょっとさっきみたいにね、出てしまいますから、それだけはちょっと注意点としてはあります。ですが、まあずれてる自分の今、ずれてるずれてるってあんまりね、いいのもあれですが、今自分の中でこれで正しいよと思えてる形がまあ,あってですね、それはあもしかして理想とは少し違う状態かもしれませんが、その中でですね、フェースが少し閉じた状態、そしてえそのままお腹を打っていく方に向けて、腕もあんまり実は回転してないというか、ちょっとこ,うこのままバチンとパンチが入るような、 そういう感覚ですね。このまま、こういうイメージですね。で、これで、えー、シューッとね。 え、飛ぶようにできます。ただ、これはね、本当に腕の力がある程度ないと、できなかったり、え、これはもう、何度も言うように、目先ですから、え、これが理想のスイングかと言われるとそうではありませんし、え、これが、ああ、ね、腕を絶対痛めないかと言われるとそうでもなかったりもします。え、ですから、ああ、そのね、とにかく今、目の前で、この1球を飛ばしたいんだ。そして自分のこの握り方をあんまり変えたくないんだ。自分の感覚のまま行きたいんだ。え、そういう方はですね、え、これでボールを飛ばすことができます。まあ、ボールを低く打ちたい場合なんかも、使えるといえば使います。え、ですから、 風が強い日とか、打ち下ろしとか、えー、そういうところでもですね、使えたりはしますので、えー、少し覚えていてもいいのかなと思います。まあ本当は教えたくないというところが、あ皆さんにとっても完璧に理想ではないというところが、あそういう部分だったりしますが、あぜひね、そういうことに興味がある方はやってみてください。ね。まあ、即座にどっか痛めるということは別にありませんので、そこは安心してやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。